恋はいつでもスキャンダル。出会ってはいけない二人、人気絶頂のアイドルと絶世の美女、たちまち燃え上がる禁断の愛。でも結局私、彼のために身を引くことにしたの。ああ、そりゃよかった。でもね、それから週刊誌の人がやってきて、私の写真を撮りたいって言うのよ。それも、え？ぬー。どうかな？やっちゃってもいいと思う？さあ。ってダメだよ、姉ちゃん！どうして？いいわけないだろ！アキラも止めてくれよ！ああ、いいんじゃね？お前の姉貴、上から92、58、85だし。なんでそんなこと覚えてんだよ！アキラくんだったら先に見せてあげてもいいの？いや、それは別に。やめろってば、姉ちゃん！はるか様、帰りましょう。うん、じゃあね、アキラ。うん。ん？私、今までガキには興味なかったけど、あの子はちょっとイケてるわね。このときめき、もしかして恋？姉ちゃん！松竹マックガーデンとご覧のスポンサーの提供でお送りします。アキラ君、私は間違っていたのかもしれませんね。口先だけは偉そうだが、大したことはないの、ナナヤよ。今頃は多くの人間どもが告知に取りつかれ、闇に落ち、影の侵食が進むはずであったが、一向に進んでおらぬようだ。それは。ナナちゃんは頑張ってるよ。でも、白金様に邪魔されてしょうがないじゃない。ナナちゃんが勝てる相手じゃないもん。うるせえ！お前は引っ込んでろ。今までは面白いから放っておいただけだ。白金なんかその気になりゃいつでもぶっ倒せる。もうよい。
の方の元へ返す。何？ルル、連絡を取ってくれ。待って、あの方は失敗は許さないわ。ナナちゃん、きっと処刑されちゃうわよ。それがどうした。役に立たぬ以上仕方あるまい。そっか、仕方ないか。バイバイナナちゃん。どっちかっつうと嫌いなタイプだったけど、死んじゃうと思うとちょっと寂しいわね。ふざけんな！てめえなんかいつでもぶっ殺せるんだ。白金のやつは今すぐ片付ける。それなら文句ねえだろう。刃を向ける相手を間違うようでは信用できんな。ルル、やはりあの方に。今すぐやるって言ってんだろ。ここで待ってろ。ナナちゃん。それでナナヤのことだけど。お、これ本当おめえ。パリの三つ星レストランのパティシエに作ってもらっただけはあるわよね。こんなもんでよければいつでも食べに来ればいいよ。それよりナナヤをどうするか考えないと。アキラ君と出会い、これでなんとかなると思ったが、油断していたか。残された時間はあまりないかもしれない。何するのよ。イチゴは最後の楽しみに取っておいたのに。お前ら、たかがイチゴで騒ぐんじゃねえ。ねえ、ナナヤってやつをどうやって倒すか相談するために集まったんじゃないの？ごめんなさい。本当ごめんなさい。せっかくの超二枚目が台無しだよね。なんだよ白金、そんなに怒ることはねえだろ。アヤは全部自分が悪いって謝ってんだぜ。半分以上はアキラのせいでしょ。お、白金。白金さん。なんだよ、どうしたんだ。別にアキラ君に言ってもしょうがないことですから。何？本当に具合が悪そうだよ。風邪ですかね。風邪？白金も風邪ひくんだ。俺なんか風邪ひいたことないけど。だろうと思った。マスターどうなんだ。過労かな。すると殿様の次に偉い。過労って疲れてるだけなのか。そうは見えねえぞ。もちろん人間の場合とは違うよ。国知との戦いが続いてエネルギーを使い果たしたんだね。しばらく戦いを避けて休息を取ればおおむね元に戻ると思う。おおむね。白金は影の存在だから、こちらの世界にいるだけで体に負担がかかる。彼が真の直結王族でなかったらとっくに消滅してるはずだよ。すみません、もう大丈夫です。おい無理すんなよ。どうやらナナヤとの決着はしばらく先になりそうだね。ねえナナちゃん、本当に白金様と戦うの？ルルは手伝わないよ。別にてめえに手伝えなんつってねえだろうが。白金なんざ俺一人で十分だ。へえ、ナナちゃんすごい。うるせえ、お前もぶっ殺すぞ。大体なんだ、そのナナちゃんなんてふざけた名前は気色悪いんだよ。じゃあナヤちゃん。あ、ナヤナヤにしようか。ナヤナヤ。
でもさ、そもそもナナちゃんが戦うつもりでも白金様が相手してくれないんじゃない？嫌でも出てくるようにしてやるぜ。どうだ具合は？なんとか言えよ。アキラ君。あ、そこで寝るんですか？あ、一緒でもいいですけど。電気消すぞ。その前に。なんだ？お休みのキス。あ、お前調子乗ると張り倒すぞ。まあ冗談言う余裕があるなら大丈夫だろ。本気なのに。白金、こいつはいきなり現れて俺の生活を変えた。いや、もしかしたら人生まで。問題はこいつがちゃんと説明しないってことだ。今光と影のバランスが崩れてきてるんです。ですから君にはそのバランスを元に戻すのを手伝ってほしいんですよ。これは運命なのです。運命？今言えることはそれだけです。しばらくの間はただ私を信じて共に戦ってください。ふざけやがって。信じろと言われただけで信じられるか。白金。もしかして今私にキスをしようと？するか。ああ、苦しいのか？夢を見ました。お前でも夢を見るのか？ええ。なあ白金。はい。お前こっちにいるのがそんなに辛いなら影の世界に帰ったらどうだ？そうはいきません。私は追放の身ですから。追放の身？おい、アキラ君、私は幻滅してるんです。アキラ君は私の気持ちに応えてはくれない。お前何言ってんだ。アキラ君ではダメだったようです。おい、ダメってどういうことだ。アキラ君。ああ、手を握ってください。ふざけんじゃねえ。手を。俺じゃダメなんだろ？なんだっつうんだ。このままどこかへ消えてしまいそうで。お前白金、なことばかり言いやがって。このまま消えるなんて許さねえぞ。ここにいろ白金。
せいぜい抵抗して俺を楽しませてくれ。この私とサシで勝負しようってわけ。受けて立とうじゃないの。鈴の綾、参ります。なんだこの嫌な感じは。私ではありません。アルセスタかクレサメが発動したのでは。つうことは綾香健吾に危険が。おい、お前は寝てろ。そうはいきません。マスターに言われたろ、しばらく戦いは避けて休めって。ですがこの感じは。お前、相手はただの国士ではないと思います。多分ナナヤ。はい、私に言わせれば雑魚ですが、それでも真ですから、人間にとっては強敵です。俺だって真だ。あいつは俺が倒す。今のアキラ君では勝てません。すでに何度も戦いを経験しているのに、アキラ君の真としての能力は中途半端なままです。なぜだか分かりますか。知るか、はっきり言え。気持ちが中途半端だからです。覚悟はできていない。戦う覚悟が。君は喧嘩と戦闘を同一視している。喧嘩とは違うってことくらい分かってる。俺は命かけて戦ってるつもりだ。つもりではダメです。俺は本気だ。そうは見えません。じゃあお前は俺にどうしろって言うんだ。別に今のままで結構です。何？多分私の見込み違いだったのです。私が探していたのはアキラ君じゃなかった。アキラ君の美しさに惑わされたのでしょう。不覚でした。すみません。何がすみませんだ。ここまで一緒にやってきて間違いだったはねえだろ。いい加減にしろ。わけわかんねえことばっかをあめいてんじゃねえ。お前は体が弱ってどうかしてるんだ。ナナヤのことは俺に任せろ。ダメじゃねえことを証明してやる。アキラ君、少しは俺を信じろ。いいな、ちゃんと寝てろよ。反応速度はいいな、人間にしてはよ。あんたもまあまあ早い方ね。うちのじいちゃんほどじゃないけど。それなら俺についてこれるか。待ちなさいよ。なんなのここ。剣を。逆だったな。お前もそいつと一緒に白金を釣る餌になるんだ。そうはさせねえ。アキラ、アキラ、ナナヤ、てめえだけは許せねえ。面白え。お前死んだろ。その割には大したことねえな。うるせえ。おらおら、死ぬ気でついてこいよ。こいつ早すぎる。そんなやつとっととやっちゃって。くそ。んだよ。
やりがいのねえやつだな。刃が一瞬止まったぜ。ビビってんじゃねえよ、チキンが。敵を殺す覚悟もねえなら、おとなしく死ね。白金。やはり、ダメでしたね。覚悟ができていないから、こんなことに。白金！おっと！動くんじゃねえ。なんだよ、お前どっか悪いのか。せっかく戦うつもりだったのに、つまんねえな。白金、何しに来た？やっぱり俺を信じてねえんだな。信じて待っていたら、アキラ君は殺されています。好きだから来ました。ですが、いくら好きでもアキラ君がこれほど弱くては別れるしかないのかもしれません。別れるだ。ああ、お別れの時だぜ。じゃあな。待て。白金さん、白金さんは。くそ、七谷の野郎。アキラ。信号した街角のみ涙の声に生きるほど知るたびに刻まれていく。数えきれる悲しみさえ君と巡り会うためのものならば、屋根を刻いて君を抱きしめて、このままどこへ行こう。お前もいよいよおしまいだな。おしまい？ああ、お正月の。それはしてしまいだ。次回、消滅する影。とっとと消えちまいな。お前がなっつって。この番組は松竹マックガーデンとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。